それでスイッチしたとか。うん。わかるでしょ、行動可視化って、左側見て動いてるって。うん。さっきのゲームとか。声なかったけどね。トメロが救助行ったのわかったんで。さっきの羽鳥戦ね。だから僕の方動いたっていう。お台場に。本当にムカついてくるわ。マジでムカついてくるわ。ムカついてくるわ。こんなのしかいねえんだよ、ガングとかよ。ムカついてくるわ。ガングペインティメントは反則行為だから、もう野良で使われても対応しねえから、もう野良は。アーティスト戦で勝ったけど、対応できないから、もうガングペインティメント。マジでアギレるだよ、こいつらよ。なんもできねえもん、野良ってよ。無理だもん、野良ってよ。で、キャンプしてんだろ。無理に決まってんだろ、こんな状態でよ、もう。こんな状態だってんじゃねえよ、話が。また俺じゃねえかよ、ってか、ガングだからね。ムカついてくるわ。ムカついてる。いなくなれって話。いや、ガングは向こうかもしんないから、もうチャンスはないから、もう。こいつらどうせガング知らねえから。これが優しいだろ、すげえだろ。この3代目がキーポイントになるだろうしてあるよ。ガング聞いててもこれだから。アダム・フランシスがいねえ間4代目もやるわ。言いたいけど、さすがにガングは聞いてるからやばいからね。さすがに格好つけプレイでやる。こういう風にしろ。ガングかっぱさない。わかんねえわ、もうよ。メグ行ってくんねえ、もう。あのさ、お前らってさ、奇跡の連発やね、プレイスタイル。マジで奇跡だと思うわ。ほんと、俺のチェイスよりも短えわ。俺がよっぽど上手やんって。いや、俺しかもあれやん、言ってんのに。え、聞いてんだぜ、もうよ。最悪じゃん、もうよ。最悪じゃん、こいつよ。マジ最悪だよな。なんでガング聞いてる俺が救助連発すんだよ。もう無理やん。
もう直線的に入んだもん、キャンパーみてえなの相手に。俺ガンムずっと聞いてるまんまだぞ。ふざけんじゃねえよって思うもん。ふざけねえでほしいわ。最悪でしかねえもん。最悪だろう、このアダム・フランシストが。もう状況もわかんないで。ガングの人の状況もわかんないで、こんなことやってんの。マジでムカつくよ。マジムカつくよ、ほんと。状況も知らねえやつとゲームすると。最悪だよ、もう。みんな画面聞いたままプレイしてるって。誰一人。あのさ、スーパーリカバリー能力発揮してるけどさ、スーパー能力発揮してなんとかしたけどさ、このラモブス、このラモブってモブ、なんでモブかっていうのがわかんない。別にやべえプレイをされた。こうカバーしてここまで持ってこれだけど、あ、いつもやる。だからもう野良がひどすぎて対応能力ついてるけど、今のトレイルとかじゃないこれ。なった。これなんだよ。罠か。これもう、全部もうエイダも俺に惚れんじゃねえぞ。あのゲートをどうにかして、もう毎回毎回やめてくんない？もう、全部はもう、それもう触れないで、もうエイダ捨てて、エイダ切り捨て、誰も入んねえだろう。アダム・フランシスとかもどこ行ってんの、ってレベルの。優秀なやつはもうゲートに入るわ。これがこれがヒエロジャンデスバランススーパース決めた！また決めた！薬莢のリカバリー能力。
中盤から終盤にかけての超絶体絶命のピンチ防ぎ続けたよ。あ、俺がデッドバイデの10番だ。ワールドクラスの10番。君たちは感謝しろ。あの勝負の分かれ目、3代目ガングでも回しきった。うん。その後超絶やばい、あの地獄が始まったけど。かいくぐった、あそこ。ああ。よし、これが、よっしゃー。てんじゃねえぞ、メグもエイダも。